その前にね、えー、一言ちょっと言っておきたいことがあります。何かって言いますとね。あのー、あのたくやさんっていう方がね。あのアメリカでなんか署名運動を始めたと。これは中身的にはね。 あのー、まあ C、C&F、まあ、キャラクターフィットネスについてちゃんとよくね、えぇ、ー、KK 息子の操査を、調査をしてくれという内容をね、え陳、ー、情する、まあ、署名運動ってことなんですけどね。私はね、あのー、もう結論的に言うとこの署名運動には協力しません。 なぜかと言いますとね、あのーまあ、やってることは間違いだとか言う気はないんだけれども、あのー、私自身はね、あのー、国会で長く働いて、立法府で働いてきた人間としてね、えー、司法、行政、立法の独立っていうものはね、これは原則は民主主義の基本原則なんですね。で民意を反映させて えーまあ、統括をするというところが、ですね、まあ、立法府でだあの皆さんが代表を選んで、えー、民意を反映させるところなんですね、でこれに対しては、ですねいろいろ署名を出したいということはね、要するに数が力の世界なんですよ、立法府っていうのはね、で行政も半分そういうところがあります、行政府の監督を民主国家ではあの、民,あの民選された人が閣僚になっているケースが多いですね、民選ばかりじゃないですけどね、任命閣僚もいますけども、今、ほとんどいないんじゃないかな。 ただ、司法だけは、ねえー、別口で、えー、まあ内閣とかがですね、えー、日本の場合、ですね内閣が選んだです、ね、裁判官あるいは検察官ですね司法といっても分かれているわけですね、立場が、ね、検察とか裁判所とかね、えー、その選ばれた裁判官があらゆる圧力に対して、えー、フリーな立場で,です、ねえー、判断をしていくと彼らの判断基準というのは法律ですね。 で、あと構成という問題ですね。これについては、あ数の圧力等で変えられるものではないっていうのが基本的なあの手法の原則なんですね。ですから、 まれにです、ね、左派の弁護士などがです、ね、裁判結果をいろいろ変えようと思ってですね、えーまあ、実,は実はそうじゃないんですけどね、えー、運動を広げるためにやってるんですけども署名を集めて裁判所に提出するようなことをやると裁判所も行政機関ですから署名は受け取りますけれども署名があるからといってこれ判断は変わるということは議会等々とは違うのでありません。 えー、例えばですね、今回、ご、まあ、準備されているね、えー、いろんな項目について、これ、賛同した署名ということで、えー、出される予定のようですけれども、これについてはね、これが1人でお出しになろうと、10万人でお出しになろうと、1つになります、あの1つの意見書になります、まあ、でも、これ、署名やる意義っていうのは、あのー、例えばですね、 あのやりたいという方にとってはあると思うんですよ。なぜかというとですね、なかなかそんなね、あの例えば私なんかはあのアジアデイキオのケイちゃんともですね協力もして、今日はさっき相談してですね、あのいろいろですね資料をつけて意見書の準備をしているわけです、えー。例えばですね、私があの昨年ですね。 え、二度にわたって提出したですね、KK 派に対する刑事告発のね、まあ、東京地検特捜部に出したものについても、これ英訳して出したいということをですね、協力しているですね、ニューヨーク州の弁護士がおっしゃっていただいたものですから、あこれは、あの、今日提供しました。あの、まあ、そんな形でね、今私らとも,も、私たちもですね、もう来週には何とかもう提出する方向で出してるんですけどね、要するにね、えー、この C&F をね、実施するのは、 あニューヨーク州最高裁控訴部というところなんですね。要するに裁判所なんですよ。裁判所に対して、えー、数字的な問題、書面的な数字で圧力をかけるっていうのは原則的には、あ,ありえません。 司、えーあのー、法判断というのは、公正中立な裁判官、あるいは陪審員が行うものであってね、えー、署名の数で左右されるということがあってはならないということになっているんですね、えー。ただね、例外があります。何かあったらですね、えー、例えばあ、極刑ですね、あるある人について、上場酌量の余地があるのに、被告人に対して極刑判決が出る恐れがある、あるいは出てしまった、これを減刑してほしいというようなね、除名嘆願みたいなことは、 よく行われております。これはもう裁判制度ができてからよく行われていること。これは人の命に関わることですからあー、ある人物についてですね、えー、これは社会的に制裁を与えてやろう。基本的には、まあ、もうアメリカ死,死刑が基本的にないことになっているんですけどね、あのーまあ。例えば死刑判決が出た場合も死刑はね、減刑してほしいというような。 ことをですね、えー、探案するって場合は署名を集めるということはやられてきていますそういうこと以外にですね例えば裁判所が何々をしろということについて行政行為に対して数字的な圧力をかけるというのは司法の独立性を原則的には犯すものなんですねですから私はそれについては あ長年議会に働いてきた人間としては私の信念には合いませんので、えー、協力いたしません。えー、同時にですね、私は、あまあ、私の立場として、えー、自分の名前を持ってですね、 えー、いわゆるニューヨーク州最高裁構想部に対して、あるいはですね、放送全米放送協会に対しても、意見書は出します。えーまあ、そういう立場でやってる。で、皆さんにはね、署名しないだったらどうしたらいいんだよっていう話ですけどね、まあ、署名してもいいと思いますよ、参加する形でね。ただ、これちょっと懸念事項一つあるんで、最後に話しましたけどもね、えー、署名しない場合はね、例えばですね、まあ、いろいろ私もこうですね、あの帰りして、こうやって週刊誌の記事をね、 えー、材料にいろんな話をしてますよね週刊,誌の記事週刊誌の記事で話すから篠原いい加減になってる、えー、週刊誌で叩かれてるような人が言ってますけどね、あのーまあ、それは別として裏も取ってやってるんですけども、あのー、こういうものの、ね、一部分自分がこう特に感じた一部分ね、えー、こういう日本の週刊誌の何々っていうものに何月号のこういう記事に、ね、こういうことが書かれていて私はこういうことを一つ取っても経験息子についてはね えー、厳重に調査が行われてね、えー、そのままね、あのー、弁護士認証されるべきじゃないと思っておりますっていうようなことをね、短めに英文にするだけでも、これは十分立派な意見ですし、意見の一つとしてカウントされます、えーまあ、そういう形でメールで出していただく、これは必ず、えー、一応ですね、物を見るっていう役所なんで、 無視されることはありません返事が来るかどうかは分かりません、多くなればね。えー、いうことですが、少なくとも審査はされると。ただ もちろんですねあのあの、楽観視はしてません、政治的なね、えー、圧力っいうのは決してないわけじゃん本,本来は独立した機関だから、独立して判断して、またそれに期待してね、私たちも意見書を出すんですけれども、こういうものを出せばね、それがむしろですねあの同じものに名前が連なるよりは、今回のケースでは私は有効だと思っております。それはもう1人で書こうと、2人で書こうとです、ね、しっかり1通になるわけだから、10万人の一通と同じですよね。そ、まあ、それはそれはででいいですただ やっぱりね、お気持ち、皆さんも参加したいってお気持ちもあるし、あとですね、この署名を集めるっての、ね、はいい点があります。何かあったらね、あのー、署名してよと。頼むわけでしょそしたらそれを、その内容を語らなきゃならない。その署名を集める運動ってのはその過程が結構大事なんですよね。だから私は、これ、おやりになることは否定しません。あのー、どんどんおやりになったらいいと思います。えー、ただ私は、この、 ですね、司法にこれを出すという前提でもう別にですね、検証を自分の名前で出す人間としては協力できません、えー。そこのことは明らかにしておきます。それともう一つね、ちょっと心配なところなんですが、拓哉さんの動画を見て私ちょ、拓也さんもこれちょっとちゃんと説明してほしいんですけども、このチェンジオルグのね、署名というのは、 あの一定期間に10万なら10万集めて、チェンジオールグの方から働きかけるっていうのが筋だったんじゃないかなって記憶してるんですね。前にもいろんな署名を取り組んでですね、一定期間にこの数が集まらないで断念したっていうのをいくつか見てきております。ですからあの一定期間にこれ集まった署名が チェンジオルブの組織から上がっていくというところが大事なところであって、何か田具さんのご説明だと、これで集めた署名を自分で持ってですね、出していってるけど、これは違うと思いますよ。だったら自分でその集めるサイトを作ってですね、 自分で集めてやれば、それは私は有効だと思います。1000集まるのは、なんか相当、やっぱり皆さん関心高いからね、急速に集まってるみたいですけどね、もう大したもんですよ。1日で、えー、2500突破したわけだからね、えー、この勢いで、例えばね、あのー、 まあ今月ぐらいが確かに言われる通り、山だと思うんですけどね、今月ぐらいでこのペースでいけばですね、えー、なんとか勢いがつけば10万いくんじゃないかなという気もしないでもないんですけどね、これ集まらないとこれチェンジオルグってのは、ああ、ダメでしたってことにならないのかなと、これ、これ私の誤解かもしれないけども、この辺ははっきりさせたほうがいいと思います。チェンジオログを使うううととといいこの意味がちょっと違うんじゃないかなか これ使うんだったら、これ,これで有効な使い方があるんじゃないかなと思いますけどね、まあ、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、私は協力しないから篠原けしからんなんて格好もあるようだけどね、けしからんと思うのはそれで結構です。 あの私は私で自分の知恵と力とですね皆さんのご支援を得てですね刑事告発も自分の手でやってきておりますしこういう形で調べてやっております私は私できちんとやらせていただきますしまた多くの方が私を応援していただいていることを自覚して責任を持ってやっていくつもりです、まあ、署名の方はねそういう形でおやりになる以上はねぜひ頑張って数を集めたらいいなという希望はしておきます えー、ということで、私はこれについては、これ以上コメントいたしません。えー、ということでありました。